私はこれホワイト、結構なんかあんまり日焼けすることも嫌いなので、まずなんだろう、リゾート地は行かないです。海が嫌いなのっていうか、泳げないとかそういったことじゃないんですけど、でこれってすごいのが、もうなんかね、こういう透明なジェルなんですけど、もう肌にのせた瞬間からもうすごいの、このもうこの一回スーってやっただけでボロボロボロってこう角質もうすごい取れてる。結構スクラブとか使う人だったらこうくる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 やって洗い流してつるんって肌がなると思うんですけど、これはもう肌にのせた瞬間からこれ見えます、この白いこのなんていうの、肌のこのボロボロの、もうこのなんて説明すればいいのか、もうほんと説明がすごい下手で申し訳ないんですけど、もう一回さーってするだけでこんなに赤じゃないんだけど、こんなに汚れが取れるのっていうぐらい、もうこれ一回さーっとしただけで
もうボロボロボロってで、もう出てくる、汚れが浮き上がってくる。もう最高これ。説明が下手ですいません。ただ私はこれはね、週1ぐらいやってます。もう大好き。わかります？この肌、一回でこの 肌トーンがアップしたの。今私ね、あの休みだからあのコンタクトしないんですけど、ずっとメガネしてたんですけどね、ちょっと撮影だからメガネ撮ったんですけど、だからあんまりよく見えてない、画面が見えてないんだけど、もうこれを使い始めてからスクラブいらない、いらないし、基本的に肌の摩擦があんまり好きじゃないので、こうこすったりとか好きじゃないんですけども、これは一回スッて塗るだけでもボロ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 って肌の表面の汚れを取ってくれ、もう最高。これだけで全然わかりますかね、肌トーンがアップした。もうボロ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 出てくるの。こんだけ私汚れてたのかっていうぐらい毎日お風呂は入ってますよ。入ってるんだけど、入って肌もちゃんと毎日きれいに洗ってるんだけど、もう最高これ。本当は誰にも教えたくないんだけど、もう夏は日焼けしたりするから、あと汗かいたりしますよね。もうでこれあの私お風呂場ではから首もう全身使ってます。もう惜しみなく体も使います。今ちょっと部屋で撮ってるから顔だけしてるけど、もうこのボロボロが最高。全然肌の摩擦はいらなくて、ボロボロって見えるかな、私メガネかけてないかな、見えないな、見えないんだけど、あ、わかるか、し白いなんかよ、そう、もう最高これ。こんだけ取れるともう嬉しい。わかります、わかるか、私が金眼だから全然見えてない、ね、もうこれはね、一番毛穴ね、鼻の毛穴、いちご鼻っていうの、黒ずんだりするんですけど、もう全然優しくくるくるってするだけで、もう汚れが全部きれいに落ちてくれるから最高。ほんと大好き。わかります、もう一瞬で肌トーンがアップしたの。もう後でか体全身に使おうと思ってます。いいよね、なんかこれ考えた人天才と思う。ほんと何でこんなの考えれるのかな、すごいよね、最高。めっちゃ肌が綺麗になるか、これ本当に。もう
大好きこれ。全然違う。わかります？もうほんとこれポロ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 落ちてくれるから嬉しい。特に花、私は花が結構気になるかな。なのでもうくる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 ってするだけで。まあこんな感じで週1回肌のメンテナンスをしてます。ちょっと今日はねこれもう夏におすすめ、美肌になるために肌のメンテナンス紹介しました。まあ簡単な動画なんですけど、もう一個ね新しいスキンケアのね商品を買ったので、それは次回紹介したいと思います。とりあえずこれ最高、大好き。もう全然違うもんこれ。もうこのボロ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 落ちてくれるのが最高ですよね。ちょっと私は目が悪いから全然見れないけど、最高。あとでお風呂で全身使いたいと思います。今日は週1回の肌のメンテナンス紹介しました。また動画見てください。じゃあね、バイバイ。